やねん。古今東西やっていきますから、はい、答えられない場合は負けということで、松本さん答えられないとジミーちゃん寄ってきます。めっちゃめちゃ聞かないで生じゃないですか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。じゃあ山崎さん先行。はい。古今東西国民の祝日。山崎さん。秋分の日。はい。文化の日。はい。敬老の日。はい。穴見えてるだろ。こいつなんか出てるぞ。お前人間かい。なんかお前食材出てるぞ。違うわ。なんかビラビラしてるねお前。いた。イボジやねん。はい、続いてのお題はしょうもない芸人。山崎さん。ジミー大西。高橋お前よりマジじゃん。うざい。喋らない喋らない。もう山崎法政。はい。リットン調査団。ちょっと待って、はい、こんなんいっぱいおるやん、はいはい、あれちょっと待てよ、はい、ピンクダック誰も知らない俺知ってるし、お前も知ってるやんか。だから俺らしか知らんがな。ビーチパイはい、第6回気絶すんな。はい、笑ってるんだよおい。はい、松本さん。マジでなんか出てるって。続いてのお題は太陽にほえろの刑事のニックネーム。おオッケー、これはいけそうや。はい、松本さんから。ラガー。はい。ジーパン。はい。マカロニ。はい。テルさん。誰やん。誰やテルさん。うちの親父の弟や。なんでこいつは知ってんの。テルちゃんおっちゃんって来てたの。はいはい。神田さん。これで同点ですね。これ次行くときいるな。間に入るようにしてくださいね。どういう顔するんだろう。これもう最後の勝負ですよ。はい。絶対勝とう、絶対勝とう。さあ最後のお題、山崎さんから。はい。郷ひろみの歌を歌付きでお願いします。出会いは億千万の胸騒ぎ。はい、はい。見つめ合う視線のレーザービームで一緒や一緒や。やろか。何やるあの欲しがってたシーンはあれ
ほんま小学生やないやから。ちょ、ごめん、ほんまに。いや、まあまあまあ、いいから。リータッチミー、リー、はい、君たち男の子、はい、ほれ、危険届けは漫談だけんどん。知らん知らん、古いやもうちょっとそんな古いの知りませんもん。もうちょっとメジャーなんだ。他はお前、リンゴ殺人事件やぞ。あ、リンゴ殺人事件、俺知りませんもん、攻撃の海の。ちょっと待ってくださいよ。早く頑張って頑張って。攻撃の海の、頑張れ頑張れ、海頼むから頑張って。もうほんま頑張りたいんですけど。ちょっと待てよお前、何やそれ。何待ちすぎやないかお前。いや、一応ほら、何？おー、それみおー、じゃ、何やねん。もうな、もうな、もうな、お前。あー、あれな、あれ、あれ。はい、松本さん。あー、裸のヴィーナス。あー、いいですね、いいですね。はい。ゴー、ゴー。いけいけ、調子乗んな。はい、しがちゃんだ。いやー、いやこの勝負、松本さんの勝ち。菅ちゃんからいきましょう。最初のお題は関取の名前。武双山、はい、霧島、はい、あけぼの、はい、琴桜。あ、お前いつの時代言ってんねん。今みんな分かるやん。花、何やったかな。二の花。二の花って何やあ、誰だ誰だ、紹介して。うわ、そんな、ジミーちゃん負けました。そんな、すごいわ。負けました、ジミーちゃんから。はい、モノマネ。おう、はい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 、誰ですか。和島光一。続いても負けました、ジミーちゃんから。四文字熟語。春夏秋冬。はい、四面楚歌。まあ、まあ、ジミーちゃんの場合はいい。四面楚歌。はい、春分の日。お前マジか。春分のって入ってる。四文字熟語や。一石二鳥。うわの名前。はい、スガちゃん。ジョン・レノン。あー、ジョン・レノン言われたか。はい、ゴルバチョウ。Who's that?